メンバーの中には2回、3回乗ってるメンバーもいるんですけど、まあ、全体で合わせたのはレースの前日だけだったので、そうですね、なのでレースを一つ一つ重ねていくうちに、まあ、みんなで上達していこうっていう感じでやってました。またディンギーとは違う楽しさだったと思うんですけど、はい、実際やってみてディンギーとは違って人数が多いので、その辺みんなで協力してできるっていう点でとてもみんなで楽しくやっています。昨日は二個上の加藤さんが乗ってくださっていたので、まず1から10まで指導してくださっていたんですけど、今日は全く全員でやらなければいけなかったので、その辺みんな声かけ合っていってレースを重ねていく中でコミュニケーションがよく取れて、クルーワークもしっかり合ってきた部分があったので、明日また頑張りたいと思います。僕たち1年生ばかりで出てきていて、まあ、一応 J24 に関しては、まあ、普段ということでもないんですけど、まあ、他のチームを乗りこなしているという自信はあるので、まあ、動作に関してはまあ多少自信はあったんですけども、まあ、やっぱりハンドリングとか他のヨットの全体的な能力とかでやっぱ他のチームに関して引き目をすごい感じていて、まあ、結構走りで昨日とか負けたところもあったし、で今日は結構動作で、まあ、ハマったところはすごい練習した通りにできたものもあったので、まあ、それ満足できたところと、まあ、全然だなというところがすごい大きく分かれていて、まあ、結果もそんな感じになって、ちょっとまあ明日はまた反省して臨もうかなというところです。吉田耕作さんを筆頭として第2回優勝の山崎さんで、あとは日系 OB のお二人に乗っていただいて、で僕がスキッパーということでやらせていただいてます。初日があんまり良くなくて、で、まあ、ちょっと苦しい部分もあったんですけど、今日は立て直してレースできてるんでいいかなと思って、明日はこう1本目月光とも当たりますし、残り3本全部勝って、で上位最終的に上位に食い込めるように頑張っていきたいと思います。はい、話題の子だけ2年生です。はい、即席と言ってはなんですが、本当に1回しか練習してこなくて、でも最初乗った感じすごく良かったチームだったんですけど、急遽レース2日前ぐらいに2人ぐらいかけてしまって、本当に即席チームでやったんですけど、本当に勝ててないチームの中で3勝4勝ぐらいできたので。僕はなり今頑張れたかなというところはすごく残りに残っていると思います。まあ、まずはよく寝て明日に備えることです。はい、じゃあ、まあ楽しんで。はい、楽しみます。今回は僕が千葉大 でもう一人千葉大、僕と同じ4年生で、それと東京海洋大学の4年生2人と電気通信大学の千葉大学が合わさる形でチームを編成しました。はい、練習量としては一応年明けから1月明けてから岬ので練習されてるリップルさんから手をお借りしまして、それから毎週土日、基本的には毎週土日で、まあ、実際にはただコンディションが悪かったりで、まあ、回数は多分8回程度しか練習はできてないんですけれども、そうですね、多分思っていたより苦戦させられたという感触で、でどちらかというとそのマッチレース的な要素というよりは単純なフローとかの読み間違えとかで今回の敗因につながったので、まあ、単純に速く走るということの大切さを、まあ、当然のことですけど思い知らされた結果でした。あまりずっとディンギーに乗ってきて大きな手にフィールボードみたいなのであまりそこまで興味はなかったんですけど、今回こういう経験させてもらってかなり興味を持ちまして、いろいろお誘いいただいているチームとかもあって、